とことんやりこむ、どうも、アオチンです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新されましたね。クリアしていきたいと思います。では、行きましょう。30回までか、長いな。んで、ここね。なんか昨日の生放送で、1階からちょっと初見殺しみたいなところがあるっていう話を聞いたんだよね。ちょっと注意していきましょう。蜂を入れていきます。あー、なるほど、ナイス。これ蜂絶対いるぞ。ちょっと待て、ちょっと待て待て待て、これひでえぞ。なるほど、なるほどね、そういう感じの場所か。はいはいはい、先に、やべえな。やばいな。エンチャンターを倒しとかないと、クリーパーが強化されて厳しくなるっていうところね。あれ、まだいるの？なるほど。なかなか面白いんじゃない？一階から。まあ、間違いなく、蜂は入れてた方が安定はするかもね。うん、最初のうちは、装備は別にいらないかな。あー、なんか今回冬っぽいね。ちょっと待って待って待って、あんまりね、前にも出ない方がいいんだよね、実際のところね。 OK、 蜂がめっちゃくちゃいい。ちょっと待って待って、蜂2入れよう。うん、ちょっとでも確率を上げていった方が間違いない。 OK、 いいよ。こっちいないね。あ、これね、うん、序盤はね、蜂が本当に必要。なるほど、結構難しいよ今回。うん、でもまあまあ面白いかも、これぐらいの難易度もね。はい、次。うーん、星寄るか、星寄る変えようかな。いきまーす。いや、でもあえて蜂のあった方が良かったとか。あ、こっちも蜂あるじゃん、蜂は入れていこう。 OK。 うわー、星寄るのこの速度で凍結もらうと結構きついもんね。 OK、 でも結構ワンパンで倒せる感じならいいでしょう。危ねえ。 OKOK、 終わり。いや、意外といるな、意外と敵多いぞ。でもこれで終わりじゃない？まだ上にいる？あ、いた。よし、3台クリアでーす。うん、武器変えても変えなくても良さそうな感じだね。ゴーレム持っていきまーす。はいはいはい、最初、湧き終わるまで待つかな、今回も。 OK、 やっぱ最初のこの場所には結構出る。 OK、 大丈夫ね、ゴーレム倒しきれるね。 OK、 倒せる。じゃあちょっと前に進んでいきましょう。おう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 、今回意外と難易度は高めっぽいね。しゃ、あ、でも終わり？これでおしまいかな。4回クリアでーす。慣れればそうどうってことない感じかもしれませんね。次、はい、でもなんかネームドが出てこないからよかった。ネームド出るタイプのタワーめんどくさいもんね。まだか、結構出るな。ブレイズ早めに倒しておきたいとかね。 OK、 でまだ5回か。
わかんない、序盤が難しいタイプかもしれないです。もう一回クリアでーす。良くないなぁ。あー、ゴーレムは更新しとくべきだった。まあいいか、いけ。蜂が出てくれるかな。エコーも入れとこう。よし。あ、ちょっとね、キノコなしのエコー、あ、いやいや大丈夫。星夜はエコー中でもうまいこと移動できるんでいいんだよね。エコーと相性がいい。終わり。よし、オッケー。うん、うん、83エコーいいかもしんない。あ、いいね、傭兵アーマークールダウン付き。これでいこう、とりあえず。難しいところだね。火力に振るのか耐久力に振るのか、ちょっと難しいとこだけども、 OK、 ドン。おお、意外とやっぱ出るね。おお、やたら出るぞ。で、シュゴーレムはやられましたけども、いいね。ブラスト持っていこうか。多分、商人の後ボスでしょ。ボスならばちょっと火力上げたいね。いや、ボスじゃなかった。星夜、いや、星夜上げれないわ、どうせ。反逆者、オッケーオッケー、いいんじゃない。で、ここは雪玉の方が上げたいかな。うん、雪玉先に3にしときたいですね。で、イオンモールいきまーす。どんなやつが来る。おお、待って、もうすでに一発じゃ倒せなくなってる。よし。いや、でも敵なんかあんまり湧かないぞ。あ、湧いた。湧いたけども。オッケー。いや、なんか、うん、大したことない。9回、なんかもうちょっとこう固まって敵出てきてくんないかな。倒すのがめんどくさい。あー、でボス、オッケーオッケー。パワーシェイカーとか入るならクールダウンも欲しいね。どうだ、誰だ。いやな、おいおいって。よし、オッケー、いいね。ちょっと待て、どこだ。ちょっとゴーレム落ちて。ああ、よし、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。もうどうだ、まだか。まあ、あと一発。10回クリアでーす。あー、弓変えようか。おー、クールダウンいっぱいつくね。でも反逆者でいいです。いや、まあ、まだいい、まだいい。できれば雪玉3入れた後にしたいかな。ちょっと待って、おおおいおいおい、ゴーレム落ちてるよ。どうしたあいつ。オッケー、しゃ、やばいやばいやばい。
あ、でも8いいね、ほんとに8いいわ。あとどこ？あ、いた。 OK、 11回クリアでーす。次、あー、種か。釣り竿もある。うん、なかなか装備のラインナップはいい感じっすね。うん、序盤から、まあ、中盤ぐらいかから釣り竿を使っていけるなんてなかなかいい感じじゃない？おお、意外と倒せないな。意外と硬い。怖くねー。はい、次。おし、待て。ここ結構、うわ、敵の攻撃力が増えてきてる。うん、敵の攻撃力結構痛いよ。ここはいりませんね。はい、ここを開ける前にある程度殲滅しておきたいところだね。こっち出ない？一応ちょっと安全に行きます。結構減るな。よし、まだ来るか。よし、いいかな。開けまーす。ははははは、まあそんなもんでしょう。次、いらんかな。でもね、攻撃力がだいぶ減ってんのよね。でも欲しいのがない。次、なんか良さげなやつ来てほしいな。釣り竿持っていけばね、さっきの斧とかで全然いけそうな感じだけども、今回は釣り竿なし。あー、ちょっと待って、嫌なやつ。よし、でもまだネクロがなんかいそうな気はする。いないか。あ、いないかもね。よし、おお、なんかちょろちょろ湧くな。もう一気に湧いて、ああ、まだあっちにもいた。ちょっと待て、やべえやべえやべえ、そんな狭いとこで出てこられても困りますよ。で、雲が痛いでしょ。終わりか。よし、なあ、14回ちょっとめんどくさいかも。あ、森の矢筒いいね。うん、ゴ、うん、いいや。ゴーレムもう攻撃力も HP も低めなので、ゴーレム抜いていきまーす。で、早めの商人が来たね。ならば、いやー、ポーションバリアも欲しいとこかなー。まあ、いいか。いいっすわ。あ、あー、でも、あー、武器も上げたかったか。失敗したかなー。まあ、まあいいや。うん。アーティファクトが意外と充実してる。うわ、ここか。マジか。ここか。ちょっと待って、武器エンジャーなんかない。な、ないな。俺だな。長弾入れてちょっとでもダメージ稼ごう。よし、オッケー。なんかパワーシェイカーで倒していく気はないね。わお、いけ。よし、あれパ、あで、ようやくだ、敵が出る場所に。あぶねえ、注意せんとね。
ねえぞ。もう俺の近接の攻撃力がほぼないから注意していかないとね。よし、開ける前に倒しとけば安心。ちょっとずるいんだけどね。でもうまいことあっちに蜂が登場してくれたんでいいでしょう。オッケー、終わったかな。上であと 2,3 体倒せばいいね。武器欲しい、武器が、うん、とにかく武器が欲しい。あ、おい、な、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、愛のメダルもある。これ唯一無二かもしんないな。愛のメダルでいきます。武器も欲しいよ、武器も欲しいけども、こっちが唯一のような気がする。よし、ナイス。 できればこいつらは普通に倒して矢を取りたかったな。まあいいか、 OK、 いいんじゃない。ナイス。でここで武器が欲しい。まあサイズいいんじゃない。サイズ、うん、サイズ、サイズ、オッケーオッケーオッケー。これで愛のメダルまで取れてるのでラッキーだ。長弾入れつつ、あ、いや、いっか、まあ、いっか。特に欲しいのがない。まあ共鳴と雷ぐらい入れとこうかな。オッケー、いきまーす。18回。おお、もう終盤が見えてきたよ。いいね、雷って意外とあの発動率いいもんね。実際 30% かな。でもなんか 30% 以上発動するような気がするんだよね。これいいね、いいね、いいね、めちゃくちゃいいよ。 OK、硬えな、意外と。終わり。いいね、ソウルも溜まってくればクリティカルも出るようになるので、ちょっとの辛抱ってとか。おー、ゴーレムがここでも出る。まあいらないかな、そのまんま行きます。硬えな、意外と。もうすごい硬くなってる。来るか来るか、いや来ない。どれぐらいいるか。変なやついるなよ。 OK、 いけ。いやいや、動かない、近接が動かない。ちょっとあいつが動いてくれないと。おお、なるほどね、クリーパーもいたか。ちょっと注意が必要ですね。わお、すんげえな。よし、ナイスナイスナイス、いいよ。よし、うわー、すごいね。あ、これね、愛のメダル取っててよかったわ。よし、行くぞ。倒せるね、これで。よし、終わり。敵多いし火力が高いから結構厳しくなってきた。あー、メイスとかでもいいけどね。まあこのまんま行きます。エンチャちょっと入れる。共鳴かな。うん、共鳴、雷入れとけ。よっしゃ、オッケー。近接の敵が出てこないな。近接がいれば敵倒してもらうんだけども、もう出ない、出ないか、こっちは。
オッケー。いいね、やっぱり長弾付きの森の矢筒は強いわ。よし、終わり。いや、まだいる。どこいた、お前か。はい、20回クリアです。すいません、ちょっと長くなってるので、ここで1回前半終わります。で、後半を21回から30回、やっていきますね。ドラでしょ、間違いなくここはドラでしょうね。はい、ということで後半もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。